んにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきましょう。ワールドカルチョクラシックですね。準決勝、アルトリティジャ戦。アルとは何なのか戦ってみましょう。女の子が疲れてます。戦術いってみましょう。まあそうでしょうね。ちなみにホーム&アウェイ、今回アウェイですが、ホーム&アウェイで1試合ずつ行います。挑戦は中立視線の1点だけから早くも決められてしまった。マーク下をかかわずかいくぐられてしまいました。すごい、みゆき。いいですね。相手の走力ももう、キック力も正確性も全部上。とにかく眺めてることしかできません。諦め気味だよな。私は犠牲が多すぎた。つけか。1点は返したい。まずはこれが世界の壁だろうか。緑、コーナーキックのチャンスを得ました。せめて1点は返したいな。
けた。前半ここで終了です。ボロボロだな。ファルですね。シュートの威力もすごい。なんでわからないんだ。ああ、5点目。さあ、これ1対1ですよ。コーナーキックのチャンスありました。あーっと、バーで嫌われた。でも取れません。やばい。こちらボールをスローインですね。残り10分、ロングスロー決められてしまいました。相手も6点目です。相手がファルか。キーパーオズチェス横飛び。あ、強いな。試合終了ですね。カップ7期までにやられました。前半スタートもこれですからね。開始早々からの猛攻でした。これ良かったんですけどね。その直後、連携プレーですね。
あー、これバーに来たられたシーンだ。ヘディングスローから鮮やかなヘディングですね。これが世界なのか。ボールの支配率は高いんですけどね。フィシンバンチェッタ、あれ、いや崩れ始めてるんだが、戦じゃない、これジャパンカップか。来年アジアチャレンジ投票の件にとってもしゃあないですからね、参加は無理なんで。まあ訓練の年にしたいですね、来年は。今年は来年やっぱりリーグ優勝とジャパンカップ優勝は欲しいっていうこと。いや、リーグ優勝しても仕方がないから、ジャパンカップ優勝だけですね、狙いは。はい、ということで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、X、見てください。X のアカウントフォローお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。